どうも、芸人×プロスピエースでございます。吉本芸人大野孝弘と申します。よろしくお願いします。さあさあさあ、今日リアタイやっていきたいと思います。今日もねランク戦ということでね、まあ本当にね、この試合勝てばシルバーランク2位に、昇格ということですね。ただね、ここ3戦シルバーランクに上がってから1点も取れてないですよ。はい、1点も取れてないです。だからね、今日は、まあ、ムーア投手、前回ちょっと大乱調だったんですけども、なんとか粘っていただいて、1点でもね、多く取りたいと思います。最低でも1点取りたい。はい。さあ、相手投手がね、最近いい投手ばっかりなんでね。さあ、今回どうだ？え？ロッテ863？あー、なるほど。今まであんまり、あれか、こういう、キャラと戦ったことないからわかんないけど、打率2割4分3厘まで落ちてるじゃん。やばい。やばいな、ほんとに。ほんと、相当打ってないってことですよね。お願いします。まあ、ほんとね、ロッテ863ということで、かなり、よく13勝2敗ってめちゃめちゃいいじゃん。めちゃめちゃいいじゃないですか。松坂投手の18勝3敗っていうね、シーズンありましたけど、レッドソックスで。そのぐらいいい成績ですね。ボールは何持ってんのこの人。フォーク、カーブ、スライダーか。なるほどね。なかなか、ちょっと読みづらいから、1球見とこう、最初。ストレート以外は。ストレートが微妙に変化するタイプか。なるほど。そんなにでも変化量は少ないかな。あ、通信ファースト持ってんの。いやー、えげつないな、このピッチャー。あー、ダメだ。なるほどね。ちょっと今、ボールを見てなんとなく分かりました。通信ファーストも結構投げてきそうだな。ストレートが微妙に変化するっていうのも嫌ですね。ナイスね、ナイスね。いいよいいよ、川端選手は打ちやすいですから。あー、今の手出しちゃったか。もったいないな。お、アーティストと白熱ついてる。柳田選手、1本ホームランお願いしますよ。オッケー、ナイスバッチンじゃない。あー、ダメか。ダメだ。いや、でもよく捉えましたよ、柳田選手。さあ、ムア投手いこう。なかなかね、厳しいでございますけども。ムア投手はね、なかなか、前回大乱調だったんで、今回はね、ちょっと気合い入れてるはずなんで。今回はもうそうはいきませんよと、もう言ってますよ、ムア投手は。よしよし、振ってくれる、それありがたいな。ナイピッチ、オッケー、いいよいいよいいよ、ナイス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 。それ振ってくれるのありがたいよな。ここはカットボールで詰まらせると。オッケーオッケー、いいよいいよ、ナイスパスト、オッケー、いいっすね。いいっすよ、ムア選手。ここはね、引っ掛けさせたい、詰まらせたい。おー、サークルチェンジで様子見。まあ振ってこないよな、そこはな。ここはカットボールで入れてこう。あー、入らないか。ここでツーシームで打ちにくいです。これは打ちにくい。もう一球いこうか。もう一球ツーシーム。オッケー、いいよいいよいいよ。これ振ってくれるかな？振らないか。あ、やばいやばい、何やってんの？嘘。危ないよ。マジで危ない、それは。
ケーネスミッチェル、いやー危ない危ない、もうムーア投手それあるよ、まあ俺か俺か、俺あるよそれ、あのカーソル間違うの、ダメダメダメ、集中集中、助けられた今のは。さあこのロッテなんとかっていうの打たないとな。うっそー、相手も嫉妬してきたじゃん、うわー、ちょっと超もったいないんだけどマジで、うわー、今のカーブも打ち頃の球だったな。きつい。いよいよボールはね、なんか今日僕よく見えてる感じがします。はい、あー全然曲がってこない、全然曲がってこないよ、えぐいな。さあ岡本選手行こう。フォー、縦スラは読めるな、縦スラストライクゾーンに来た時に打ちたいな。そうカットボールがね全然曲がってこないな。ストレート来るんじゃない、ストレート、通信ファースト出た、えぐい。うわ何それ、チェンジアップとか持ってるの、もうわけわかんないよ。いいよ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 、今入ってたでしょ、いや微妙にボールかな、よく反応したよ今。ああ通じますね、通じますね、まあしょうがないですね、ここはしょうがないですよ、とりあえずねヒット打たれちゃダメだなっていうのが今感覚としてある。こっちがヒット打てないから感覚としては相手に絶対ヒット打たせちゃダメ、これカットボールですよ。 OK ナビチーよ、ムア投手いいよ、マジでいいよムア投手。オッケーオッケー、詰まらしてるね。これは振らない、これは振らない、さすがにカットボールで詰まらせろ。オッケー、ナイスさ、原さん分かるでしょ、ナイス。宇野さん、あのショートの有名な、あの頭ポカンの宇野さんいるの、熱いっすね宇野さんいるの。宇野さん初めて見たかもしれない。この球は外れています。OK いいよ、もう一丁いこうか。 OK ナイスピッチ、ムーアさん、ムーアさんいいよ、今日めっちゃいい、ムーアさんナイスピッチだ。さあここですよ、ここここここ、代打でしょう、A ランクの浅村選手に代打を送ります。ここは西川選手いきましょうまあ代打の切り札ですからね、西川選手はロッテ86をどれだけ打てるのか、こうヒット打たないとまずダメだ。OKOKOK ナイスマッチじゃない、 OK 嫉妬を逃さなかった、オッケーオッケー、いいよいいよいいよ、嫉妬を逃さなかったのもうほんとないです。嘘でしょ、いや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 、相手がネットワークから切断されました、いや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 、何これ、せっかくさ今打ってさ、何これ、打ったから消したってこと、なんという幕切れですよこれ、もうほんと10秒経って来なかったら消しますよ、待たずに終了しますよ。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、はい、シルバーランク勝利です、ありがとうございました。いやーなんだよなんだよ、まあ残念なね幕切れではございましたけども、まあでもね、うわムーア投手勝利つかなかったの、マジかよ、ありがとうございます、シルバーランク2に昇格でございます。なんか打たれた瞬間やめましたね。
今まあ嫉妬だったからね、相手もね、まあかなり悔しかったとは思うんですけど、まあでもさすがにそれはないよな、せっかく1点入ったのにな。まあね、一応まあ勝てたということで、まあ良かったんじゃないですけど、もヒット1本だけでしょ今、しかも失投の西川選手の、まあロッテ86っていうわけのわかんないピッチャーだったって、まあ初対戦だったっていうのもまあねあると思うんですけど、もうちょいねバッティングやっぱ良くしないとダメだね。打線も入れ替えとか、あと選手の入れ替えとかもしないといけないかな。平田選手とかね、結構 S 揃ってきたんで、平田選手と今41レベルか、平田選手と、島内選手もねそろそろ入れたいと思います。はい、今経験値 1.8 倍なんでね、V ロード回して、強くしていきたいと思います。明日はね予告先発西口投手、原突1個しました。はい、あそっか、原突したからオーダーに組み込まないといけないんだ、ごめんなさい、ちょっと忘れないうちに西口投手入れないと、原突したから、そうだそうだ、 OK です、ありがとうございます。明日にはね71レベルになってると思います、どうか分かりませんけど、ぜひねまた見に来てください、よろしくお願いします。ということで本日の動画は以上となります。この動画良かったと思う方はチャンネル登録、そしてグッドボタンの方よろしくお願いします。できればねコメントの方もぜひぜひよろしくお願いします。必ず返信いたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。